じゃこんにちは、豊さん。なんだよ、そんなに大げさか。はい、はい、まさかのまたマジックがなくなっちゃいました。あったものが。まあまあ、そりゃそうだな。びっくりしました。まあまあまあ、阪神がまあ3連敗して、はい、でまあね、一方のカープが今調子が良くて。連勝というところで、まあカープの自力優勝が出てきたということで、はい、まあマジックが消滅したけどもね。はい、なのでこれはじゃあ今後どうなっていくのか。そんなことは知らねえ。これはもう豊さん降りてくる豊さん。まあまあ確かにね。はい。現時点でゲーム差は5。で阪神は残り試合が、まあ、今日入れて26、うん、で広島、まあ、対象となっている広島が24なんですよ、うん、残り試合が。はい、ということは阪神の方が2つ多く残している。でさらに直接対決が7試合あります。広島との直接対決があります。はい、でいわゆる阪神はここからまあ3、2とか2、3という戦い方なんですけれども、9月に7連戦、8連戦も控えている。うん、でここからは阪神は、明日からヤクルトとの3連戦で、その後中日との2連戦、そして広島との9月8日からの3連戦というのを、まあ、控えているというところで、マジックというよりゲーム差が5がもしかするとっていうところなんです。いや、まあ可能性はなくないよね。はい、まあ勝負事だからね。うん、まあただ広島もいっぱいいっぱいだよ。本当によく戦ってるし、はい、いっぱいいっぱいだよね。うん、ただ余力を多少残してるのはまだ阪神のような気はするんだよね。慌ててないというかさ、まあ確かに打てなくて重いゲームが続くと、なんかこれ大丈夫かっていう気にはなるだろうけど、はい、まあエンジンはかかってくるよ。まあいわゆるその9月に鞭を入れるっていう、まあ岡田監督もちょっと流れが悪いからメンバーも変えなきゃいけないよなっていうふうに思っていた。まあ確かにその森下がこういう佳境に入ってきて多少疲れてるということもあるし、まあノイジーはもういいとして、そうですね、まあちょこちょこやってくれるから、やっぱサトテルだな。まあ DeNA 戦1打席目見逃し三振の三振ゲッツー、はい、まあちょっと当てといてほしいかなっていうような、うん、次はノーアウトランナー一塁でダブルプレー、次タイムリー3打席目に、だけどその前のにやってる、一生懸命やってくれてるし率も残してるんだけど、やっぱその姿が重くさせるというかさ、見てると、うん、いやだから結果よりもやっぱ凡打の方がまだ目立ってるというね、はい、ちょっと重さを感じるけども、うん、まあでもつながってくるとあそこはつながってくるし、テコ入れというかメンバーの流れを変えるというところで、はい、例えばそのノイジー選手、まあ一発もありましたけども、そのノイジー選手に変えて例えばミエセス選手を入れてきたり、はい、はい、例えばサトテル選手のところでじゃあ例えばです、まあ、小野寺選手だったり他の選手だったりとか、そういうことも打順も含めありますかね。まあ確かになくはないけど、ここに来てバタバタあんまりしたくないよね。だから1、2番はもう最高の1、2番だし、はい、ノイジーが右、まあ、この前バウアーからホームランは打ったけど、引っ張って打つ打球っていうのは大体ゴロなんだよね。はい、で右方向に打つとしたら、まあ、3番ノイジーでもいいのかなっては思うよね。あ、森下選手ではなくて3人元の打順ってことですね。うん、そうだね。だから森下はちょっと当たってないし、はい、まあどちらかというとこうブリブリ振ってくる、うん、まあつなぎの野球ではないタイプだから、まあ3番まではつないで大山にいい形で渡したいなというね。はい、で大山の次が森下でもいいし佐藤でもいいしっていうようなことかな。そうなってきますかね。なると森下がもう少しコンスタントに、まあ、打ってくれれば多分大丈夫だと思うんだけど、ちょっと波があるからな、ね、まだルーキーだし。そうなんですね。ここ数試合ちょっとね、あんまりこうヒットが出てないっていうのもありますし、ね、まあ思い切って変えて小野寺使ってもいいしっていうような感じだよね。うん、そうですね。まあそこら辺の手こ入れは、はい、まあ岡田監督がうまいから、また選手もよく見てるし。うん、だからまあそこら辺はまあ柔軟性を持って変えてくるかなっていうような感じはするんだよね。あとピッチャーなんですけれども、ちょっとここに来て一発をこう打たれてしまったりっていうのが、うん、目立つ中で、梶谷選手が2軍の方の合流試合に出て、一方で浜地選手が1軍の方の練習に合流しているとところで、下からのやっぱりこう入れ替えだったりとか、そういうのっていうのはこの9月して来るんでしょうか。まあまあ疲れを抜いてるというかさ、抜かしてるというか、はい、まあそういう計算のもとでもやってるだろうし、うん、ただやっぱりこう対策として、まあ、DeNA 戦ね、はい、牧に本当にことごとくやられてるけど、はい、ここら辺の対策はできてても裏返しに出てるというね、はい、だからここら辺がちょっと気になるところで、だから広島とはやるときはデビッドソンが当たってきてる、末金が状態をつかんできてる、まあ、そうなってくるともう本当に厄介な打線になってきてるから、まあ、ここら辺をどうしのぐかとかね。あとじゃあ広島戦の前の回の2チームで取りこぼしのないようにいかなきゃいけないとか、プレッシャーがかかってでは来ないんですかね、逆に追われる立場となると。まあそのプレッシャーはあるだろうし、まあ今5ゲーム気持ち悪いよね。気持ち悪いんだよ。気持ち悪いけど、下位と当たる時っていうのは、広島が上位と当たるということでしょ。はい。まあそうなってくると負ける可能性もあるよなっていう。ただね、勝ち続けるっていうことはできないし、負け続けるっていうこともないんだよ。だからここまでの5ゲームっていうのはやっぱり相当追う広島にとっては厳しいよね。あ、そうなんですね。でも阪神からするとお5ゲームしかちょっとなくなったぞみたいな、はい、あるもんが減るとさ嫌ですね。なんか嫌だよね気持ち的に。まあだからそういう今感情にはなってるだろうし、まあ岡田監督の表情見てると決して慌てる素振りもないしね、だからここら辺がどしっと構えてる監督なのか、まあ新井監督も楽しんでやってるよね。そうです。いやまあ一つ一つ勝つだけですよみたいな、末金はなんか掴んでるって言ってましたねみたいな、はい、本当かなみたいなまあそういう言い方ニュアンスでこうなんか楽しんでるなっていうような気もするしね、はい、だからここら辺もそうだな、広島は確かに勢いあるな今な。あるんですよね、でピッチャーの話ちょっと戻っちゃうんですけれども、ちょっとここに来て例えば中継ぎ陣が若干疲れ始めてるのかなとか今いる、そうなってくるとこう休んでた下のピッチャーたちを上げたりとか、あと富田選手も投手も、先週あたりかな、岡田監督が下にまだいるから上げていきたいみたいなこともおっしゃってたんですけれども、そこら辺の起用のなんかシャッフルの仕方っていうのはどういうふうにしてくるんですかね。いやまあそれは状態が悪ければ下げるしさ、で疲れてるなと思ったらちょっと下げて休ませるしさ、まあそこら辺の層は厚くなってるけども、厚いけども、ただやっぱ肝心な抑えだよね。まあ稲崎投手がやられると困るという。この前のDeNA 戦の2発っていうのは面白いな、阪神はもう勝利まで下駄を履いてたような状態だったけど、まあ、牧で勝ち越されて逆転負けを食らう。そうですよね。一方広島は負け寸前となったのを末金のスリーランで息吹き返す、この日がターニングポイントになってやせんやろなっていう。なんか今ちょっと鳥肌立ってこうどうなるんだろうって。同じ関西でやっててよ、そういう劇場が行われてるっていうのが、やっぱ一つのドラマかなというね。そうですよね。まあ新井監督が代打末金ね、高梨変えなくていいのかなと思ったけどね、一瞬ピッチャーを。まあでも高梨のキャリア経験でまあ生かしたと思うけど、それを見事にね跳ねのけて逆転をする。佐野にまさか打たれるとは思ってなかったろうな。まあ打たれてもヒットかなみたいな、はい、ここでホームラン出ちゃうんだとか思って、まあ連発の間みたいな連発。そうです。だからちょっとね、まあ抑えを変えるってことはなかなかできないけども、はい、まあ次の日大竹がね牧に打たれたのでもホームランで、まあ、ヒット打たれたら変えようかと思ってたと思うよ、でもホームランでさ仕上げられたからもう変えるタイミングも一緒しちゃったよね。そうですよね。だからちょっとずつやっぱこうズレが生じてきてるかなっていう気はするけどね。ってなると巻き戻ると日曜日の伊藤将司投手で負けた試合、伊藤将司投手が打たれて変えないのかなと思ったけれどもまあ引っ張った形、そこはやっぱり岡田監督は伊藤将司投手は、ね、勝ち負けをつけさせてあげたいピッチャーだから、まあそりゃそうだな。だから別にこの1敗はいいんですよって言っていたところから何かこう流れがっていうふうにどうしてもファンとしては、まあ流れがっていうか、まあ確かに流れがあるから9回にね、逆転劇を食らったんだと思うけども、だけどあれはもう西が今永相手に、今永が西相手に、一歩も譲らず、もう本当同じようなペースで7回投げ切ったからね、2人とも。まあすごかったですからね。で動き出したのはやっぱりピッチャー変えて8回9回だから、でも先手取ったのは阪神だから、あのまま逃げ切ると思うよね、誰しも。思いましたね、見てても。坂本が打つ、ミエセスが打つ、もう1点取ったのかみたいな、あれ2点かと思ってたんだよね、はい、まあそしたらね、佐野が一発回答で出してくるし、はい、牧がその後な、はい、もう永遠に書いたようにシナリオだよね、あれはちょっとびっくりしたけどな、はい、だからまあそれが流れになってるのかもわからないけども、まあ、確かに疲れたりだとか、まあでもさ、旅先からさ、はい、こう帰ってきて家に着くとさ、ほっとして疲れがどっと出る時ってない？ありますね。それまでなかったね、緊張が。なんかこう、やっぱり家がいいなって言った人はたくさんいると思うんだけど、はい、でそうしたら何のために行ったんだみたいなそうですよねまあそうなっちゃうけども、でも長期労働が帰ってきてやっと甲子園に戻ってきて、はい、ほっとしたのかなっていうような、まあそんな感じもしないではないけどね、まあ、だからすぐ立ち直って、まあ、来るかなっていうふうには思うけどね。でここまで阪神はその2戦して1球して3連戦っていう、まあ、いいスケジュールで来てたんですけれども、その9月今度12日からは7連戦で1個休みを挟んで8連戦っていう、逆にこの厳しいタイトなスケジュールになっていくとなった時に、これはどうなん、どんどんマジックを減らせていけるのか、それともやっぱりカープが捉えて後ろこう来るのか。いや、それはもう誰しもわからないけども、まあそうだな、連戦になるっていうことは、俺阪神の打線にとってはいいことだと思う。これは一つきっかけを作って休みたくない打線だよね。はい、やっぱこう近本も中野もそうだし、まあ、森下はまだちょっと分かんないけど、大山、はい、まあ佐藤がなんかこう8月飛ばしちゃったからな、これ疲れが出ながらいいけどね、でもそこら辺が当たったらもうものすごい破壊力のある、だから連戦大丈夫だよみたいな、まあ、そういうことになってくるけど、ピッチャーも俺は大丈夫だと思うよ。そうですか。ピッチャーは耐え切ると思うよ、この7連戦、8連戦、結構ちょっと、じゃあ無理をお願いすることももちろん岡田監督は。いや、もう無理をお願いしてるよね、多分ここのことをね、無知っていうのは言ってる、まあまあそうだね、だからまあ、8月はある程度固めていって、9月に一気に勝負っていう、だからまあ、こっからだよね。その対象となってるカープが、まあ、今、その末金選手がいい感じに仕上がってきてる、でデビッドソン選手も打ってる、で堂林選手もやっぱりいい、そうだなってなってくると、ね、秋山選手とか上本選手を欠いていて今この状態なので、勢いっていう、またその阪神はその怖さっていうのはあるんですかね、カープに対しての。いや、いやらしさはあるよね。それはやっぱり一体感が見えるからな、広島の野球って。だからあれはやっぱ恐怖だと思うよ。それを作り出してるのは新井監督だけど、やっぱいい雰囲気で野球をやってるよね。だからやっぱ雰囲気はいいよ。ですよね。まああと守備に対しても、やっぱ昨日の菊池選手なんかの守備とかもめでたりとか、素手でな、はい、行ったりとかやってるけど、ただ負けの反動ってないんだけどさ、はい、勝ちの反動ってやっぱあるからな、どこら辺でどう調整して持っていくかっていうのは、はい、なかなかもうわからないけど、はい、なんていうの、こっから最後まで、全力疾走っていうのは、全力っていうのは、まあ、どっかで破綻をきたす、だからある程度のところって伺いをかけながらやっぱやっていかないと、全部同じような状態でやってるともう最後バテちゃうだろうな。そうですよね。あと何試合だっけ。阪神が26、広島が24です。ああ、24か。はい、2つ違うんですよね、阪神が残してるっていう。で、一番最後の試合ですね、9月30と10月1日っていうのが広島、阪神なんですよ。まあそこら辺かな、ここですかね。それかその前にも、もちろん行けば優勝っていうことは阪神が。まあまあそうだね、はい、だけどマジックが消えてる状態だからな、これなかなか今の広島の状態から考えると、なかなか再点灯っていうのも難しい状態かもわからない。例えばカープが負けて阪神が勝てば、またマジックすぐ点灯っていうことになるんですかね。まあ多分なると思うけどな。ああ、マジックが消滅っていうのがすると思わなかったので、まあなあ、はい、びっくりしたな。消滅みたいな、消えたんだと思って。そうそうそう、まあだけど、まあ、5ゲーム離してる、残りの試合考えると、はい、圧倒的にやっぱ阪神が有利だよ。ただその勢いっていうのは分からないからね。まあ確かにその今6連勝のあと3連敗する阪神と、今4連勝中の広島では、この時点では見た感じ、勢いは必ず広島ってなるよね。だけどこれが続くか続かないかっていうのはまた別問題だし、はい、阪神がねこれからね連敗を重ねていくなんていうのは思えないんだよ、やっぱり大型連敗は阪神は俺はないと思ってるし、うん、だからそれを追っかける広島っていうのは本当にもう1敗もできないぐらいのつもりで最後24試合を戦わなきゃいけないし、まあそうですね、そしたらやっぱ相当疲れると思うよ。広島の方が疲弊してくると思うよ、選手たちが。うん、だからここら辺のこう金をどうつけていくか、まあ、そこがここからの見ものだね。そうですね、うん、いやでも本当途中までは、まあ、阪神が独走であれに行っちゃうのかなと思ってたんですけど、まあ、ここに来てもう阪神ファンは、ね、ドキドキですし、カープファンはイケイケですし、でもこうプロ野球ファンからすると、あ、こんなドキドキする試合がここの期間に待ってたんだっていう。そりゃそうだよ、毎年そうじゃない。独走でぶっちぎりでいくのかなっていうのもあったので、うん、ドキドキする試合がねここに来て見られるっていうのは嬉しいんですね。まあそりゃそうだな、まあ楽しみがね先にずっと伸びていくからね。そうですね、はい、ただどうですか、これ最短でいくとまたもちろんマスクが点灯してどのぐらいでタイガースはあれになるっていう。いやそれは分からないよ、マジックが点灯してない限りやっぱり広島に自力優勝があるから、そんなこと設定できないよ。あ、もうこれ分からない、それは分からないよ。だからそのぐらいには思っといた方がいいし。そうですね、まあなんかねメジャーでは20何連勝っていうのはあるからね、うん、だからそこからひっくり返すっていう可能性だったよね、なくはない。そうですよね、その、まあ、やっぱりファンの方も2008年のことをやっぱりずっと頭にあるので、もう最後の最後あれするまではもう油断しない。まあだから油断したらダメだよ。そうです、ね、まあ油断もしてないと思うけどね、うんうん、だから一回油断して負けちゃうとそこからズルズルっといっちゃうからね。だからまあ油断はないにしても、うん、まあこれからの行く末、はい、まあ楽しみではあるよね。そうですね、はい、まあ一つのキーポイントとしては9月8日甲子園で始まるその広島とのこの3連戦がちょっとキーになるかなっていう、まあ可能性はあるね。そうですね、はい。